あ、そこ右行きましょうか。あ、反対です、反対です、こっち。雨当たらんでしょ。レース降りといで。この用水路沿いに行きましょうか。うわ、ブッキー行けよ、ブッキー帰ってくるんじゃ。行くね、向こうへ、向こう行くね、向こうへ。はい、行こう行こう。はい、ウィスも行くよ。はい、ハクちゃんはビス。今みたいになってこけちゃうんですよ。ねえ、ハク大丈夫か？あ、大丈夫やったな。わずいないとね。まあ最近はあんまり体当たりするようなことはなくなったんですけどね。今みたいに狭いところはね、ハク。でもまあね、3年ぐらい前にもしね、ビスがこっち来とったら本当にハクも走り回ってたんで、収集つかんようになると思いますわ。2匹で走り回るとね、遠くまで行っちゃうんでね。まあ通り雨ですもんね。道ですか。ここは用水路を管理するための、まあ、道で道やけども、まあ、用水路のための道じゃないかな、道かな。まあ定期的に掃除したりとか、ね、管理はせなきませんからね。あれ今ずっと走っとったでしょ、それずっとみんな獣道なんですよ。 あれ動物が通ってるとこです。あれさ、鹿とかイノシシとか。そうですね、キツネもそうでしょうしね。はい、ここはよう歩いてますよ。ここ入ってみます。ここいつもよう歩いてるとこなんですけどね。入れますか。こんなとこにね、罠かけるんですよ。これって通った後で、これ通ってるから、動物が通って、木が蹴っていくから削れてるでしょ。でその降りるところなんかに穴掘ってくくり罠って仕掛けるんですよね。そうなんです。今は大丈夫なんですかね。今はないですね。あったらまあ大体そこらの木とか、まあこらの木とか、そんなところに一応白い札かけてね、誰の誰べが罠かけてるから気をつけてください。かかんとダメなんですよ。そうですよね。人間がね、やっぱり
そう、あの人間もですし、ワンちゃんが引っかかったことが、うん、で、あとまあ誰かが入った時にかかってんの見つけたら連絡してあげれるでしょ。電話番号書いてあるんで、ね、かかってますよって。で、本来とほっとくと、それが昔やった野犬がそのかかってるのを食べたりとかね、そういうことも起こるんで、まあ早う処理せんとあきませんからね。まあ、ちょっと休んでるとね、そうやってしゃがんでね、待ってますけどね。でもまあ元気は元気なんで、うん、まだまだ歩けますからね。でもまあビスが走り回ってますけど、こんなんとかね、こんなんとかあるわけですよ。だからまあほんまにね、怪我と、もう紙一重なんですよ。食べられへん、そんな。ほっとけ、自分で。噛んどる。まあこんなん。こんなんとかね。何でもおもちゃになりますからね。それが獣道です。ここにこれイノシシか、これシカかちょっとわからんですけど、これなんかほじくった跡あるでしょ。こんなんはやっぱりそこもね、掘ってますよね、掘ってますよね。イノシシですね、これ。ここも掘ってますよね、うん。そんな振り回さない。今ね、ハグが行ったところもこれずっと獣道ですよね。なんか登って見えるでしょ。これで映像で見るとあんまりわからないんですけど、実際に見る方がね、よくわかりますよね。はっきり通ってますよね。面白い形の木を見つけた。おい、ミス。ミス、それ面白いか。面白い形。なんか角。うん。あ？なんだそれは。木か。木やな。顔に挟まんぞ、お前それ。なんかナバロムネみたいに見える。うん。はい。木やね、木です。これも獣道。これずっと道でしょ。もうはっきりね、動物も同じとこ通るんで、こんな風に道になって、だからそこへ罠かけるとね。これはね、登山道とかそんなんではなくて、本当にもう動物が勝手につけた道なんでね。でも多分大昔はね、登山道も獣道から発達したんでしょうね。嬉しい。
うん、それ気に入った。あばら骨みたいもんな。木や。嬉しい。子犬みたいでしょ。そうなんですね。ここでいつもね、おやつやったりするんですけど、今日はおやつ持ってきてないんでね。あ、持ってます？ここはね、いつももう私来ると、予定して来るとおやつポイントなんですよ。一番ちょっとね、小高いとこで。おやつあるって。ビスはお前、それ食うとけ。あとで LINE に写真送っときますわ。すいません。おやつあげてるとこ。本番ね。あ、でもちゃんとあれやね、手まで噛めるみたいな。いやー、噛むときありますけどね。噛むときありますか。あの調子に乗って嬉しいときはね。でもビスは多分ね、最初のうちはすごく喜んでテーマできましたけど、怒られてましたもんね最初はね。でもこの子もともと多分手からもらってないんですよ、あんまり。だから落ち着いたら手からもらうのちょっとねためらってますわ。タクさんやったか。ハクはね、ようけくるんですよ。ようけくれ言うんですよ。あれ、見れない。終わった。はい、おやすみ。